新型コロナの感染が急拡大する中、奈良市内で3年ぶりに対面形式で開かれた全国知事会議が今日閉幕しました。知事会は会議で新型コロナの感染拡大防止に向けた緊急提言をまとめました。昨日から始まった全国知事会議では新型コロナ対策についての意見が相次ぎ、今日感染拡大防止に向けた緊急提言が取りまとめられました。緊急提言には検査キットの安定供給のほか、感染者や濃厚接触者の療養期間などの短縮や感染者数の全数把握の見直しを検討することなどが盛り込まれました。今の感染状況に即したそういう対策というものを政府の方で選択肢を用意してもらって、我々が選べるようなそういう実効性ある機動的な施策というのをお願いをしたいと。知事会はこの緊急提言について関係大臣らに説明する機会を求めたいとしています。また開催県である奈良県の新井知事は、3年ぶりに対面形式での開催となった会議を振り返り、次のように話しました。ウェブと違う密度の濃い、また幅の広い情報交換ができた、今のグローバル化の時代にどう向かうかというテーマがあるということを認識、改めて認識したのが、奈良の地位としては大きな意味があるのかなと。